おはようございます。12月25日メリークリスマス、クリスマスでございます。今日はキーストーンに滑ってます。今日のゲストは加藤君。おはよう。おはようございます。加藤君、はい、何これストーリーのスキーズ。あの人はスノーボードじゃないの？いや、今年からちょっとスキーもでも彼特別注文したコロラドで作ってるスノーボードがまだ間に合わないってことで、明日あたりコロラドしたらまずいんだよね。28日って出てました。本当に間に合わないじゃん、仕事に。まあそれはしょうがないわ。キーストーン寒いです。風もあります。うわ、フォーカス合ってないね今日。一回切るね。強風のキーストーン、誰も滑ってません。それで今日風が強いからこのゴンドラに乗るためにキーストーン来たんですけども、肝心のゴンドラ動いておりません。寒い寒いリフトに乗ってます。うわー、手冷て、誰も滑ってません。これで気温何度ぐらいですか、加藤君？これ20ぐらいじゃないですか。マイナス20度、体感温度、体感温度でマイナス20度ぐらいかな。そうですね、冷たいです。ここ1本だけ滑って帰ります。はい、スキーこれで2日目です。てか2回目ですね、スキー2回目の加藤君。ありがとうございました。寒かったね。寒かった。一本で帰ろうね、もう。ご感想どうですか、キーストーンの。いやー、雪強かったですね。はい、寒かったです。今日ナイスタウンだったよ。ありがとうございます。素晴らしい。あれがスキー2回目とはとっても偉いけど思えないです。